皆様こんにちは、長野明彦です。もともと僕はこのミュージカルを見たことがなくて、いろいろ、ネットだったり YouTube だったりで見させていただいたんですけど、わこのミュージカルに出れるんだ、本当にすごくなんかこ う嬉しいって素直に思いました、はい。本当にその何でしょう、LGBTですとか、あと人種、国籍、そういったそのマイノリティの人たち の抱える葛藤みたいなものを本当にこう表現、うまく表現している作品だなというふうに思います。やっぱりこういう問題っていうのはなかなか今でもいつの時代にもなくならないだなというふうに改めて思いましたし、やっぱその中でこうお互いにこう寄り添い合って気づく大切なものっていうものが作品の中にいっぱい散りばめられていると思うので、そういったものを見ていただく方に感じていただければなというふうに思います。僕はずっとこう今までやってみたかったことというか演じてみたかった役の中にドラッグクイーンの役というものがありまして、今回僕は初めてそのドラッグクイーンの役に挑戦させていただけるので、そこは本当に頑張って演じたいなって思います。このミュージカルはたくさんのお客様に見ていただきたいと思いますので、皆様たくさんのご来場をお待ちしています。